今日は二人でにゃんこ大戦争対決だお。今日はどんな対決やるのかな。 EX 軍団 VS 限定軍団。それはものすごい対決になりそうだな。それじゃあメンバー決めていこう。まず限定軍団は一体から挑戦ね。だったら黒顔でいっちゃうよ。こっちは壁と強いやつを連れてってみよう。ここら辺のキャラたちは連れてったとしてももうゴミだもんね。ゴミって言うなよ。じゃあ価値のあるゴミ。結局はゴミだったのかよ。それじゃあ早速対決だ。ルールは時間がもう山放題にレベル30合わせ。果たしてどちらが勝つのか。まあこっちはムート猫がいるから一気に終わり。おっと一撃では無理だったか。だけどかなり終わってるはずだからね。もう誰出しても勝てるでしょ。壁いったらいい。さすがに壁では無理だと思うけどね。じゃあ壁を犠牲にでっかいホーク。はい終わり。あっさりと負けちゃったな。一体は楽勝のシュシュのショー。それじゃあもう一体誰でもいいから連れてきていいよ。それならもちろん白顔で行ってみよう。相手はガオブラザーズ。二人になろうか。余裕のよっちゃん89歳。いやちゃんと勝利。そんな余裕でいけるかな。まずはムート猫で一体は倒せるからね。そう考えると結局こっちは一体か。キャラ出さないんだったらこっちは壁でガンガン攻めてくよ。壁を処理しなきゃいけないから黒顔の方から出していこう。それじゃあお言葉に甘えて黒顔を倒していこうと言いたいところだけど、今ムート猫を出すと塔を攻撃して黒顔を攻撃しなさそうだからな。一旦休憩。どうだったらガンガン攻撃してくれたらよかったのにな。前に出てきてから元猫でじっくり倒してやる。そっから白顔をどうやって倒すかだな。まあこんだけのメンバーがいればいけるでしょう。じゃあ元猫あとは頼んだよ。一撃与えて終わりか。それじゃあとどめはでっかいフォークに頑張ってもらおうか。隙ができたときに一気にいけ。これで黒顔とどめだ。あれ黒顔に攻撃できなかったのかよ。助かったのはありがたいな。2体でならあっという間に勝てんじゃないのかな。これはもう負け確定。ありがとうございます。あとはコニャンダムに頑張ってもらうしかないぞ。遠距離攻撃で卑怯だからね。やられたりしないんじゃない。これでこの2体を倒せるでしょ。あれやられてる。もうズタボロ。じゃあどうしたらいいんだ。猫ジジイどうにかできる。すぐにやられちゃいそうな気がするけど、やっぱり誰を出してもただ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 やられてくだけ。2体揃っちゃえばもう負けなそうだね。うんちがプルルンどうにかできる。あそこでやられてく。これはもうこのまま押されて負け確定。ありがとうございます。あーだけどここででっかいフォークのおかわり。ここでとどめいけた。まだ黒が大きいか。あとは白のみ。ここでムート猫のおかわりもできるぞ。このおかわりには大食いファイターもびっくり仰天です。とわれてんつるつる食べれるところてん。せっかく押してたのにあとちょっとだったのに黒がおかわりできるように早くならないかな。来るな来るな頼むからおかわり来るな。ムート猫も急いで急いでいつもの倍のスピードで。なんとか間に合うかもしれない。頼むよ黒が。おおギリだった。2体にも勝てたぞ。それじゃあ3体目誰でもいいから変わってきてよ。そういうんだったら黒タルターニャがいいかもしれないな。いいでしょう。勝ってみせましょう。3体だろうが余裕のよっちゃん89歳。やっちゃった勝利。さすがに余裕は無理なんじゃないの。いやいやいけるはず。今回も壁からグイグイ攻めていこう。ある程度お金は貯めといて一気にいけるようにしといた方がいいかな。だけどもう出しといた方がいいか。今回も他者はこっちに引き寄せてから倒した方がいいかな。それまでのんびりしてますか。そこまでのんびりしてる余裕はないでしょう。さあ黒顔がやられたら一気に他2体を出せるようにしとこう。今回は残り2体をどうやって倒すかだな。その前にまずは黒顔を攻撃した後の隙をついて一気にダメージ。もう一丁苦労してやれ。やった黒顔
倒せたぞ。さっきみたいにうまく助かったりはしなかったか。これはありがたいぞ。あとは2体を倒すだけ。だけど2体はそう簡単にはいかないでしょう。2人が交互に攻撃してくるのが厄介だな。しっかりと隙をつかないと。今だ、言ったらでっかいフォーク、全然効いてない。だけどな、発問やり返す、いいぞ。そしてコーニャンダムも、あとは頼んだよ。遠距離攻撃、拒否だ。あれ、コーニャンダム、ダルタンへの攻撃食らってる。そこでやられちゃった。これはきつい。使えるのがムトネコぐらい。じゃあムトネコのおかわりが出せるようになるまで頑張ってもらうしかないか。だけどそれまで間に合うかな。めちゃくちゃグイグイ進められてんだけど。これはピンチ、ピンチ取り越して、パンチ、パンチ、ポチ。やるやってる余裕はあるのかな。猫ジジイもやられてる。もう余裕なんて全くない。と攻撃されてもう終わりそう。早くしてくれムトネコ。そして出したとしても2体倒せるのかどうか。ああ、もう急いで出して、どうにかなってくれよ。すぐ攻撃されてやられちゃった。でっかいフォークの攻撃も効いてない。さすがにこれはもう勝てたかな。奇跡を起こしてくれ。ああ全然間に合わない。ああもう無理だ、このままやられてく。さすがにこれはもう勝負あったね。でもムトネコの出すタイミングさえ良ければ勝ったんじゃないのかな。というわけで僕の勝ち。なんでそうなるんだよ、絶対こっちの勝ちだから。というわけで3体相手には厳しくて負けちゃいました。アジュピチッパー、ダルタンやきつかったから変えてよ。じゃあ見たまで行ってみようかい。果たしてどうなるか。見たまだったら余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り、見たまだって強いよ。そうかもしれないけど、ダルタニアよりはいけるはず。っていうかもう出してきたの。結局は早く出しても変わんないような気がしてきてね。逆にこっちが困っちゃうな。それじゃあ行こうか、ムトネコ。頼む、倒してくれよ。ありがとう。じゃあでっかいフォークとどめを刺して。っていうかでっかいフォークから出してムートネコあったのが良かったかな。そしたらムートネコ残ってったってことだもんね。やるかちと残念、観念、なんでやねん、どやっそ。こちらはこの見たまま出してくよ。2体揃っちゃったか、誰ならいけるかな。見たまならコニャンダムの方が攻撃距離は長いのか、どうなんだ。遠距離攻撃でじわじわとダメージを与えときたいんだけどな。それをされると困っちゃうな。コニャンダムどうだ、その距離は助かってんのか。思いっきり当たってそうにも見えるけどね。当たってたとしてもやられてないならいいぞ。あ、ここでやられるのかよ。結局ガオにやられるのかよ。また誰もいなくなっちゃったか。ムートネコ出せるようになるの待つか。とりあえずダルターニャの時と違って押されてないからいいぞ。これならこっちもそう簡単にやられる心配はないからね。ああ、でっかいフォークのタイミング完全に失敗。これでムートネコのタイミングは失敗できないぞ。そして2人を倒して塔を壊してもらわないとね。できればガオから先に倒していきたい。ガオを攻撃したと行ってみるか。いけ、まずはガオを倒せた。あとは見たままいけた。ああ、2体一気にやられちゃったか。よし、あとは塔を攻撃するだけ。黒ガオ間に合ってくれるのか。どんどんキャラが集まってきたし、さすがにこれはもう間に合わないんじゃないの。一気に壊しちゃえ。見たまだったら結局は楽勝のシュシュのショー。楽勝ではなかったよ。3体いけたなら4体はいけるでしょう。4体はむずすぎだって。さっきの見たまを見た感じいけそうな気がするんだよね。次は絶対勝ち確定。ありがとうございます。まだどうなるかわからないでしょう。そしてまずはムトネコをやられないようにしないとね。さっきの反省生かしてでっかいフォークから出していこう。いやだけどムトネコならいけるか、やってくれるか。ええー、ダメ。よーし、次でとどめだ。やっぱりダメだった。もったいないことやってるな。根性だけではどうにもならなかった。それじゃここでとどめた。そして残り3体行くしかない。と言ってもムトネコしか通用しないもんね。おかわり出せるようになるまでのんびり行くか。のんびりなんかいけないよ。
こっちは3体もいるからね、一気に勝っちゃうよ。こうなったらコニャンダムに頑張ってもらうしかないね。さっきみたいに簡単にはやられないでよ。できるだけ溜めちゃったって、なんなら倒しちゃって。さすがにそれは無理だと思うよ。さらにはミトマが加わってこっちゃいけますからね。厳しい状況か。だからといって諦めるわけにはいかない。みんなでコニャンダムを守るんだ。やられちゃった。あっさりやられすぎだから。やっぱりムート猫がおかわりできるまでは何もできないのか。おかわりの前に早く投稿しちゃおう。わじわじと勧められちゃってるよ。じわじわとでしょ。わじわじってどんな状況なんだよ。あと少しでおかわりだ。あとはうまくタイミングを合わせれるかどうかだな。ガオが攻撃を終えたらだな。今だ。倒せいいよ。ガオをまず倒して、黒ミトマ、さらにはミトマ。次から次へと3体やられちゃった。うまくいって、ハッピーハッピーハッピー。あとは投稿してクリア。楽勝のシュシュのシュー。この調子で5体になってもいけんじゃないのかな。さっきダルターニャに負けてんだけどな。今の勢いなら絶対勝ち確定。ありがとうございます。やめてください。5体はやっぱり強かった。そりゃそうでしょう、限定キャラだよ。次は限定キャラ VS レアキャラでもやってみようかな。ぽいぽいぽいポンポロピー。チャンネル登録よろしくお願いします。